そう、お昼は、お昼2時からね、今日は竹田バーベキューさんにバーベキューで使える朝ごはん編を教えていただいて、おやおや 教えていただいて、フレンチトーストとサラダと、目玉焼きの3色を1時間で作ったんですよ。見てくださった方多いですね。めっちゃ美味しかった。誰でもできる、あれはほんまに。私さ、皆さんのコメントをこうやってショールームみたいに見れてなくて、普通に4人で配信してる画面しか見れてないから、コメントどんな感じになってんねやなっていつも思うんですけど、ズームは。めっちゃ美味しかった。ベーコンね、ベーコンカリカリやった。出来上がってすぐ食べたらもっとカリカリやったんやろうなって思ったな。ヘルシーよね。うん、ヘルシーよ、めっちゃいいですね。上手やった？嘘、竹田バーベキューさんもね、上手って言ってくださったから、うれぴーまるでした。めっちゃ美味しかった。でも確かに、マジ目玉焼き初めて食べた 初めて作ったけど、そう、なんかちゃんとねできたから、なんか初めて作る方でもなんか簡単に上手にできるから、先生がプロやなって思ったな。目玉焼き、そう、食べたことないというか、食べることを避けて生きてきたんですよ 実は、なんか卵が食べれなくて苦手で 卵焼きは好きなんですけど、生卵、何ゆで卵とか、そう、目玉焼きとか食べれなくて、ほんまに。結構朝ごはんとか出るじゃないですか。なんかでも絶対目玉焼きは選んでなかったんですけど、でも今日で好きになった。私だって全部食べたもん、今日作ったやつ何口もいきましたよ。そう、苦手やから今日初めて食べたの でも美味しかった。自分で作ったからっていうのもあると思う。自分で作って美味しいってなる。卵かけご飯も食べれないんです。食べたことない、卵かけご飯 ゆで卵は、ポテトサラダに入ってるようなやつは食べたことあるけど、ないんですよね 飴玉焼きはもう断然ソース。ソースしか食べてないけど、あれば絶対ソースが一番合う。ソース以外は何？塩とか醤油とか先生言ってはったけど、すぐに出なかったから。でも次は、てかもう明日にでも食べようかなって思う。卵がうちめっちゃあるんですよ。醤油もあり？え、何派ですか？こういうのを投票したいんですよ。ちょっとね、ちょっと私これを見てほしいんですけど、ちょっとそれは後でやりますね。何派か。目玉焼きには、ケチャップか。目玉焼きにはケチャップ。ちょっとね、とんかつにはお醤油、逃げは天敵セバブリーより。なんぼある？醤油、砂糖、ケチャップ、ソース、マヨネーズも。マヨネーズはさ、正味なんでも合う。皆さんが普段塩
胡椒ね、塩胡椒も絶対合うんだよ。じゃあちょっとこの6個に絞ってアンケートをしてみたいと思います。目玉焼きにはケチャップ、ここではっきり選んだもの。ちょっと待ってな。え、逆に何もなしでいくかと思うの？無理無理無理、絶対味付けあった方がさ、まあでも素材を味わうってことね。ちょっと色っぽくじゃないわ。でもフレンチトーストがほんまに美味しくて、私やばい、毎日食べちゃいそう。あれで簡単やから、またいっぱい穴開けて浸して焼いただけ。まあ生クリームがさ家にあることが少ないから、生クリームさえあればさ、もう家にあるもので揃うやんか。え、何やったっけ、マヨネーズ、醤油、ケチャップ、塩コショウ、ソース、塩やったっけ。マヨネーズ、醤油、塩だっけ、何でしたっけ、ソース、塩、まあ塩にしようか。塩コショウと塩って一緒だから、皆さんがあのあれね、王道のやつね。皆さんはもう、俺は絶対これ、俺、私はもうマジ目玉焼きには絶対これでしょみたいなっていうのを、この投票で教えてください。何が美味しいか。はい、目玉焼きには1番マヨネーズ、2番醤油、3番ケチャップ、4番塩コショウ、5番ソース、6番塩。どれをいつもかけてますか？いつもかけてるやつな、挑戦しないで。どれが美味しいんやろ。私はもう今日は初めてソースやって、私はもうこのソースがトップやと思ってる今は。だって一発目ソースで当たりやってんもん。当たりからこれを超えるって難しいですよ、マジ。だって正直言うけど、正直言いますけど、ケチャップは合わへんと思ってる、正直。だって目玉焼きの味を潰しちゃいそう、ケチャップで。だからマヨネーズも、マヨネーズってもう私そのものの味を消すものやと思ってる。うん、あ、ポン酢もあり。分からんねんな。さあソースはなんか助け合ってた。さあどうですか皆さん。目玉焼きにいつもかけてるのは1番マヨネーズ、2番醤油、3番ケチャップ、4番塩コショウ、5番ソース、6番塩。では締め切りまーす。3、2、1、終了。お、2番、あ、醤油が多い。王道なんかな。じゃあ、じゃあ次醤油かけてみよう。4番、次はね塩コショウ。塩コショウもでも先生美味しいって言ってはった。あ、関東と関西の問題。ああそう、5、6が並んでるね。ソース、塩が同票。
あ、そうなんや。ソースがトップやと思ってるから私3位ってことにびっくり。6番塩ね。塩はもうなんやろ、卵そのものの味を生かしてくれそうですね。変に邪魔せず。で5位がマヨネーズで、6位がケチャップ。あ、なんかケチャップマイナーなんや。逆にケチャップかけてみるのもありかな。てかそもそもね、かけてる人が少ないやろな。だからハートの独占権の男の人はちょっとマイナーな人なんだよね。あ、そうやな、どれもな。これが合わないと結婚するとき揉める。嘘やん、どうしよう。私目玉焼きになんでソースかけんだよってこと。じゃあもう自分で作りなさいよってなるやつ。うわ、その喧嘩が一番しょうもないよ、ほんま。食べ物で揉めたらあかんで。塩コショウ下味、あ、卵に混ぜた、うん、そうなんや。皆さんの好みが分かりました。結局1位何やったっけ。1位が醤油か。1位が醤油。え、2位が塩コショウ、3位がソース、4位が塩、5番がマヨネーズ、6番がこうですね。結果はこういう結果となりました。じゃあ次は私は醤油かけてみます。おもろいなこれ。ちょっと写真撮っとこう。え、あとはなんか皆さん何で揉める？食べ物なんか味付けで揉めるやつある？私がまだ挑戦したことなさそうなやつ。出ちゃった。ね、勉強になったね私も。目玉焼き、いや、ハマった。正直ハマると思ってなかった。あの、作るの目玉焼きですって言われた時に食べれるかなってちょっと心配やった。でも美味しかった。本当に作ってるうちにやっぱ美味しそうって思ったもん。あ、たこ焼きね。たこ焼きは、え、皆さん出身どこですか？大阪人はもうね、あるよ自分なりの食べ方が。私はもう一番好きなのは塩たこ焼きね。あ、大阪？関西、関東の大阪と関東のさ、割合私どのぐらいなんやろ、知らんねんな自分でも。どのぐらいの方が見てくださってんの？関西、関西、関東で。あ、バラバラやな。でも関西がやっぱ多いな。たこ焼きは食べたことありますよね。え、何？何やろ？塩、塩、ソース、ネギ、なんやろ、塩、ソース、醤油、ポン酢、塩、醤油、ポン酢、え、塩、ソース、あ、だしね、明石焼きね。塩、え、塩、ソース、
ポン酢、醤油、だし、味噌、ちょっと液体チックのやつでまとめよう、まとめようか。え、ちょっと待って、何て言う、なんていうの、たこ焼きの味付け、ちょっとあのメジャーなやつ触れますね。味付けっていうの、味付けで合ってる？あ、でもトッピングもいろいろありますね。私も絶対全部かけてもらう。カツオとマヨネーズ、マヨネーズ多めって言いたくなる。たまに家でするのが楽しいね、いつも。ソース、塩、ポン酢、醤油、味噌、青のりも絶対来てもらう。あ、だし、そう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 、明石焼きのだし、あと何やろ、6つぐらい出したいな。マヨネーズは絶対かけんねんな、私。ソース、塩、ポン酢、醤油、だし、味噌ってあったな。味噌？ちょっとなんか塩以外は液体でまとめてみました。はい、ちょっと待って、次はたこ焼きの味付け。1番ソース、2番塩、3番ポン酢、4番醤油、5番だし、6番味噌。スタート。皆さんはどれつけてますか？まあでもソースはさ、お店によってさ、なんか味が違うやん。そのお店の伝統的なソースやから、なんかお店によって変える方もいるかもしれへん。マヨネーズは私絶対どれにもかける、どの場合でもかける。まあ、だしにはかけへんけど、醤油であろうがポン酢であろうが何にであろうがかけるから、ポン、マヨネーズは絶対かける体で。てか皆さんがもういつも俺はこれで食べてるんだよっていうやつを教えてほしい。ちなみに私はもうわなかマジで塩が美味しい。うん、私はね、塩、ポン酢にマヨネーズも合うな。私はあのあれ、もう何でも美味しいと思ってるから、これ美味しくないよって思わんから、味付けやばくねってならへん人やから、何でもね、マヨラーっていうやつ、計算も美味しいって言ってた。いや美味しいよ、塩マジおすすめ。味噌で食べたことない。どのぐらいの方が食べてんのやろ。ネギポン酢、あーネギな、多めで。てかだしにチーズの、チーズ、この前なチーズとベーコン、ブロックベーコンが余ってたから、たこ焼きの中はたこじゃなくてチーズとベーコン入れたけど、めっちゃ美味しかった。それを明石焼きにして後日食べたけど超良かった。あれもうおすすめ。中身の話になってるけど、これはもうチョコ入れようって言ったけど却下されました、お母やんに。では締め切ります。たこ焼きの味付けは1番ソース、2番塩、3番ポン酢、4番醤油、5番だし、6番味噌。いきます。5、4、3、2、1、ひろー。おすごい、もうこの順番、結果すげえ。すごいよこん
ある？1位塩じゃあ1位ソース、2位塩、3番ポン酢、4番醤油、5番だし、6番味噌。すげえ、これ誰か仕組んだ？え、何パーぐらいなんやろ。でも圧倒的やな、ソース。でも4位5位が醤油だしがもうそんな大差ないかな。え、意外、醤油で食べる人多そう。やっぱ味噌、味噌 2.8 もいるんや。明石焼きもね美味しいね。味噌ね、試してみたい、合いそう。味噌ってどうやって食べんの？なんかそういう味噌が売ってんの？それと味噌汁に入れるような味噌で食べるってこと？え、ソースはやっぱでも王道なんか。あ、関東は醤油が多いのね。名古屋、あ、地域によって違うの。つけて味噌、かけて味噌。へえ、そんなんあんのや。男が黙ってプレーン、何もかけねえよって。あ、そんな手もあったな、何もかけねえよっていう。6番にしたらよかったな。え、私味噌大好き。あのね、きゅうりとかにねつける、あの居酒屋とかで出る味噌とかめっちゃ好きで。なるほどね、いいね、これ楽しいな。これも写真撮りまーす。美味しいよな。ということでこんな感じでした。もろきゅうっていうんか、キャベツと、キャベツに味噌とか美味しいね。あ、アイスの日なんか今日。アイスの味アイスの味、確かに気になるね、それも。じゃあ今日はアイスの味をやって締めますか。確かに私ね、最近迷うねん、アイス買うとき何味にしようってなんねん。なりません？え、アイスの味ってさ何で決めてる？もう俺はこれしか食べないからみたいな、ちょっとあれ、それとも日によって気分、その時の私気分なんですけど。あ、もうこれって決まってんのある？え、じゃあ一番最近食べたアイスの味、もうそれがさ今一番来てるアイスの味ってことや、自分の中で。それでいこう。一番最近食べたアイスの味、え、もうそれは好きっていう体で私聞きますね。それが一番おすすめっていう。最近、あ、やばい、まだ乾いてないから。最近食べた、私昔とにかくチョコが食べれなくて、なんかトラウマになったわけでもないんですけど、チョコがほんまに食べれなくて、何にしてもチョコアイス無理し、チョコケーキも無理やし、チョコのお菓子なんか絶対食べれなくて。でも最近めっちゃ好き、ピノとか。何があったんやろな、自分の中で。今はめっちゃ好き。え、これもちょっとあの順位予想しよう。バニラ、いちご、あとなんやろ、あ、チョコミント多そう。わ、これカタカナ多いか、読めるかな。あ、その他もちょっと入れとく。これちょっといろんなありそうやな。6番ちょっとその他で、キャラメルとかかな。あ、
抹茶抹茶、あ、桃、桃ね、うわ、ぶどうもあり、その他意味なくなってくる、これもしかして。あ、マンゴー、ちょっと待って、やばい、キリがないマンゴー、お母さんめっちゃ好き、もう何に関してもマンゴー、やばいって。メロンね、ちょっとこの辺にしとこっか、キリがないので。あの10番まで行きました10番まで行っちゃったので、できる？はい。最近食べたアイスの味、1番チョコ、2番バニラ、3番イチゴ、4番チョコミント、5番抹茶、6番ちょっとその他入れちゃったんですけど、7番が桃、8番ぶどう、9番マンゴー、10番メロン。私は最近食べたのはバニラ、桃が多くあってほしいんですけどね、ちょっと見にくいな。7番、チョコとバニラ混ざってる愛はあの割合が多い方、チョコモナカとかやったらじゃあバニラモナカ、うん、割合が多い方、なんか混ざってる場合は。モナ王は、え、モナ王ってバニラが多くなかったっけ。パルム、パルムってあれ周りにチョココーティングされてるやつか。え、でもあれバニラの方が多いんじゃない。ピノは、ピノ、え、ピノって半々、むずいとこやな。1と2に入れますか、じゃあ半々であ、そうしようや、半々で入れるのもあり。きみ大福はもう絶対バニラ、バニラのイメージ。チョコモナカジャンプね、めっちゃ好き。でもあのバニラのあのクッキーで挟んでる、サンドされてるあの青いパッケージのやつ、名前忘れたんですけど、あれめっちゃ好き、何個でも食べれちゃう、これ楽しいな。ポッピングシャワーはその他で、今のポッピングシャワー大好き、期間限定のやつ食べました。私まだ食べてない。アイス盛り上がるな。え、今日サーティンは安い日もしかして。なんで今日アイスの日なん、ちなみに。59やろ、アイス感全然ないですけど、あ、ビスケットサンドです、それ。ビスケットサンド美味しい。でもね、ないコンビニが多くて、セブンイレブンやったかな、あのね、うん、あんまないんですよね。でもスモアやったかな、スモアっていうアイスは糖質、カロリーゼロやったっけ、でも糖質が 10g に抑えられてるみたいな、なんかね、お手軽な感じ。はい、じゃあ締め切ります。最近食べたアイスの味は、1番チョコ、2番バニラ、3番イチゴ、4番チョコミント、5番抹茶、6番その他、7番桃、8番ぶどう、9番マンゴー、10番メロン。3、2、1、おーおー、バニラ多いね。え、ちょっと待って、結果2番が、あ、バニラが1位でチョコが2位で、7番、え、桃、うわ、皆さんないっすね。桃が3位、5番、抹茶4位、3番、いちご5位、4番、チョコミント、あ、チョコミント人気、6番、あ、その他、このその他何か気になるわ。何がその他なの、キャラメルとかかな、ポッピングシャワーとか。
マンゴーが8位で10番メロンが9位で、あ、ブドウが意外とマイナーやな。ブドウない人少ないか。結果はこうなりました。やっぱ王道にバニラが1位。まあ確かにバニラにしてって言ったもんな。あのチョコモナカとかでもバニラに入ってるから、まあその分バニラが多かったっていうのもあると思うけど、あ、ソーダね、ソーダが入ってんのね。時期、時期関係あんの？嘘、夏場変わってくんの？嘘。じゃあまた8月ぐらいにやりますか、これ覚えててくださいね皆さん。いちごや2位チョコ、チョコが上位なのはもう私、え、でもここ逆やと思ったけど、チョコが上位なのは予想してましたね。3位が桃、桃ね。なんか桃のアイスとかマジで増えた時期があったじゃないですか、ブワーって。それのおかげかな。まあこれも時期で変わるんでしょうね。で4位が抹茶、抹茶は私めっちゃハマった時期あった。ハーゲンダッツとかが新幹線で配られてるアイスとかあるじゃないですか、配ってるとか売ってるアイスもう絶対抹茶選んでた時期があって、めっちゃ抹茶好きな時あった。レモンはね今はないかな。小判いちご、いちごはハーゲンダッツね。ハーゲンダッツであのいちごを選んでたおかげありました。おかげちゃんはいちごを選んでた時期がありました。美味しいよねいちご。でも5位ってちょっと意外かも。まあでもそっか、このメンツやったらそうか。6位がチョコミント、私チョコミント1回だけ食べたことある。でもうん、今は食べないです、選ばへんなあんまり。れいちゃんめっちゃ好きなイメージ、私あんま食べないんですよね。美味しい、美味しいから食べるんですよね。うん、なんか好きな人は好き、苦手な人は苦手っていう、なんかそう苦手じゃないんですけど、うん、選びはせんかな、挑戦できないですまだ。で、まあ、6位が、じゃあ7位がその他やから、そうですね、キャラメルとかパピコとか、パピコあれチョココーヒー、チョコか、レモンとかね、ガリガリ君のソーダとかここに入ってそう。あ、キウイね、キウイ味か、キウイも美味しそう。サクレって何ですか。カルピスね、あー、パピコのカルピス美味しいね。カフェオレ味も好き。ライチは選ばんな、ガムのイメージ。あ、パイナップルね。レモン多いですね、さっぱりが好き。で8位がマンゴー、マンゴーもっと上に来てほしかったな、マンゴー好きよ。でもそっか、アイスってなるとアイスの実とかやかな。てかあのマンゴーがもう凍ってるアイスあるじゃないですか、マンゴー自体が凍ってるアイス、あれが家にめっちゃストックあった時があって、あー夏ね、夏に上がってくんのかな、夏頃には順位変わりそう、また夏頃にしましょう。で9位はメロン、メロンはあんまアイスで選ばんかも。でもあのメロンのさ、こういうのありますよね。あのお寿司屋さんとかでさ、あるさ、あのこんな可愛いの、あれとか人気なんじゃない。あ、みかんね、みかん忘れてたな、オレンジね。そう、それじゃない、私あれ食べたことない、あれオレンジもありますよね。そう、容器の形にメロンね、あれ美味しいんじゃない。あ、スイカバー大好き、あのね
母校へ帰るの MV 撮影の時スイカバー食べた。10位がブドウ。あ、そっちだ。ブドウね。ブドウはもうアイスの実。アイスの実の時はブドウめっちゃ選ぶ。桃もある。桃も美味しい。あと、あのあれ、こういうさ、筒に入ってるブドウわかりますか？ちょっとね、名前忘れてんけど。おかんが名前忘れた言うてんねんけど、一緒に考えてくれへん。何やったっけあれ。パナップじゃないねん。パナップもブドウ。あ、懐かしい。おじいちゃん家の、岡山のおじいちゃん家にいた時に、めっちゃ離れた時に、離れたところにショッピングモールがあるんですけど、その岡山行った時はおじいちゃんにいつも絶対そのショッピングモールでパナップのアイス買ってもらって、あの山奥のすごい田舎のとこでぶどう味のパナップアイス食べたの覚えてる。私の懐かしい大好きな味だけど、私が言ってんのはアイス、アイスボックスや。ほなアイスボックスやないかい。アイスボックスかも。アイスボックスじゃないわ。アイスボックスってあれやんな、手で食べても手につかんってやつやんな。んー、こういうやつ中に丸が入ってんね。これはいとこんちでめっちゃ食べてる。私アイストークめっちゃできる。氷じゃない、あのね、え、それパ、え、なんやったかな。この筒でいとこのお父さんに近くのコンビニ行って、みんな、私のお父さんといとことそのいとこのお父さんで4人で行ったんですけど、おっちゃんが買ったるわって、こうたるわ言うて、私それにハマったからそれ買ってもらって食べた思い出ある。なんやろな、ちょっとアイスボックスで調べてみろ。アイスボックスかもしれへん。え、でもアイスボックスってあれやんな、ペリペリめくるやつやんな。ほなアイスボックスやないかい。これや、これ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 。あ、全然丸ないやん。あ、これこれ、この筒に入ってるやつアイスボックスやないかい。これが美味しいの。何年も前に食べたから超うろ覚えでした。楽しいねこれ。っていう順位でした。よし、行ってきます。え、これは夏やから7月ぐらいにしましょう。その頃にはみんな何してるかな。はあ、なんかすごいことなってんねんけど、この星んとこ。こんなんやったっけ、いつも。皆さん道投げてくださったからありがとうございます。な、こんな渋滞してたっけ星って。なんかさ、ぴょって消えてるイメージじゃないね。盛り上がったね、これ楽しいわ。いや、ミルクボーイさんが始まってきてる。なんけと面白いな。皆さんも参加型やからな。ちゃうね、私が見てほしいのはもう昨日ね。え、まだ喋っていい？え、これをね、え、もう明日のネタにしようかな。これ明日がいい？え、私ね、昨日の夜、あのショールーム終わって、昨日と一昨日かショールーム終わって2日間かけて、あのね、ポンポンプリンを描いたんですよ。見てな、これはもうすごいって言ってな。もうすごいしか聞かへんから、すごいとかわいいしか聞かへんから。いくで、せーの、じゃーん、見てください。ちょっと色が
なんか変に濡れなかったんですけど、あ、ちょっと待って待って、見せる前からすごいって言ってるやん絶対。見せる前からね見せる前からちょっと待って、あ、やばい、全然嬉しくないねんけど、どうしよう、これやったらあかんかったなめっちゃ可愛くないですか。そう、いろんなポムポムプリンの顔を描いてみたんですよ。なんかめっちゃ、そう、このホワイトボード、ブラックボードを見つけて、あの、なんか絵描くのハマっちゃって、まあ、これはあの写真を見て描いたから、うん、まあ言うたらパクったみたいな感じなんですけど、そう、かわいい。ここをまず一番に描いて、まあ、次このね、ここ私お気に入りやね、このせんべいみたいな食べてるポンポンプリン、めっちゃ可愛くない？好き。んで次ここよ、このプリンからブルンって出てきて、あのプリンみたいにちょこんって座ってんねん、この流れ好き。で次はお尻描いたんやったかな、これはお尻です、ポンポンプリンのおけつこれめっちゃ突っ込まれてる。んでね、これはなんかこのちっちゃい子と一緒に泡で遊んでたんですけど、その泡で遊んでんのだからここあるの、かわいいよな。んでこれはハンバーガー食べてるポムポムプリン、ね、ちょっとこうしたら見やすいかな、ハンバーガー食べてます。うん、でまあちょっと隙間空いたから、このなんか白い女の子見たから、白い女の子とポンポンプリンって書いて、このハムスターみたいな子もいたからハムスターも書いて。でもやっぱ色とか塗った方がもっと可愛くなるんやろうけど、顔がね潰れるから怖いからやめたんですけど、ほんま嬉しい、めっちゃ褒めてくれてる。私もこれちょっとしばらく消せないんですよね。もうよかった2個あって、これ1個しかなかったら今日これできてなかったから、2個あってよかった。これね見ずに、なんかもっと違うポンポンプリンの表情をかけたらかっこいいけど、ちょっとそれはまだできないからね。お気に入り。でももっとうまく描きたいな。これはもう写真撮りましたもう撮ってん。でも消せない、消せないんですよ。でも消さな次何もできへんもんな、どうしよう、とりあえず置いとくわどん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 、あ、こうやって書いて貼っていくのもありやなね。あたいのお気に入りポムポム。でもリアルになんかあのこうやってコラボさせてもらえたからとかじゃなくて、私もともとあのポムポムプリンが好きで、あの全然公表してなかったんですけど、あのゆずちゃんが好きって言ってて、ゆずちゃんがあの学校の通学カバンにつけれるように、あのイコカとか入れれるイコカケースをポムポムプリンでくれて毎日使ってた。ファンの方がねプレゼントに送ってくださって、これスリッパもあるし好きなのよ。あ、でもあんま公表しなかったから仕事に何もつながらなかったけどうん、これはちょっとしばらく置いときます。うん、消せへん、誰か消して、これ自分では消せへんフフ消さないです
な、やっぱさ、ショールームの星、え、皆さんさ、どうやって写ってる？このショールームの星、なんかすごい集合してない？なんかさ、いつもさ、こうやってさ、消えてってたやん、こう、わーんってなって。あ、アバター、どうぞどうぞ。なんか星さ、こんなさ、溜まってなかったよな。最近こんなんやった？嘘。無理しい。でも星皆さん、あの、送ってくださってるってことやね。ありがとうございます。あ、消えちゃうんや。あ、消えちゃうんや。それはそれで悲しいな。あ、消えてんねや。私だけかな。え、ちょっと写真撮っていいですか？え、ちょっとジョイの方名前出ちゃうけどさ、え、ちょっと指気持ち悪い。これこんなんなってんの？ももだけ？ここに溜まってるの全部欲しい。私だけ？あ、皆さんも溜まってる？あ、そう。正常か。あ、みんな溜まってんのか。ほな、ええわ。それでは終わろうかな。てか明日、あの、ワンネルさんにて、あの、人狼ゲームがあるので、6時から夜の6時から8時まで、あの、人狼ゲームがございます。チヒーさん、ナナホー、リナチー、ワカポン、アンタンさん、ココナ、レナタ、ウーカさん、シンシン、ミライ、カレンタっていう、なんかちょっと、あの、大丈夫かな、これは成立するのかなっていう、誰が人狼で、誰が占い師で、誰が騎士になるのかなっていう、あの、全く想像できないメンツです。ゲームマスター、誰やろな。私はアンタンさんな気がする。いや、自己紹介はもう普通でいきますよ。ウーカさん、え、私見ました、あの、前回のやつ。意味が分かった、サエさんの、あの、狂人がやばいっていう意味が。あれは狂人だ。ウーカさんね、すぐに追放されちゃったから。確かに、だってさ、追放されたらさ、もう裏の配信出してもらえるわけじゃないやん。もういつもやったらさ、追放されてもなんか裏で残っとけるけど、マジでもう消えるもんな、画面から。私も追放されたらほんまにお風呂入るで。残しててくださいね。残れますよね。まだ私役職、多分みんな役職知らんと思う。いつ知るんやろうな。でも呼ばれるよな、途中で。いつ呼ばれ、最後に呼ばれるのかな。なんか、あ、途中経過どうみたいな、もう言われるから。ちょっとな。だからさ、やってる時にさ、ツイッターとか見ちゃダメですよね、絶対。分かっちゃうよな。ちょいちょい出んのか。じゃあ、できないですね。チャットで来んの？楽しみですね。今日のあのお料理で、あの、その YNN のこともしてくださってる作家さんの方に久しぶりにお会いして、なんかそのお料理のこともなんか関連してやってくださってるんやなって思った。いろいろやってくださってます、 YNN のスタッフさんが。優しいですね。楽しみ。
お料理良かった？いや、お料理楽しかった、ほんまに。でもね、まだあのフレンチトーストがこれ一人で食べたらちょっと罪あるなと思って残してるんですよ、半分。半分残ってます、まだ。食べませんか？いや、楽しかった。私もやってて楽しいし、見てても楽しいって言ってもらえるってもうマジウィンウィンじゃね。なんか見てて疲れたってさ、飽きたってなってさ、なんかポン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 って飛ばしながらさ見ちゃう時とかあるやん、 YouTube とか。なんかそんなんじゃなくて、もう端から端まで見ときたいってなる。私お料理系ね、それなんですよね。結構ずっと見ときたいタイプ。お料理はだから需要があるんですね、結構。めっちゃ話しやすかった。でもブカポンがあの私のボケにちょいちょい拾ってくれたからさ、ワカポンが、ワカポンありがとう。武田先生めっちゃ優しかったしな。アミルめっちゃおしゃれ担当になってくれたし。あんな映えみたいなのせ方ある？ないだし、ほんまないだしや。てか私だけさ、なんか照明めっちゃ暗くて、みんなどうしてんのやろうな、あれ。照明暗いんですよね、なんか家の。あれどうなってんの？ね、星めっちゃ溜まってんねんけど。ちょっと、嬉しいけどね。なんかすごい、星の海みたい。武田バーベキューさん、マジ海外まで行ってるって聞いてびっくりした。なんかザーンって消えてほしいな。あ、3600人行きました。なんか久しぶり3000人超え見るの。やば、終わりたくなくなるけど、なんかちょっと赤ちゃんが夜泣きしだしたので、ちょっとそろそろ終わりましょうかね。めっちゃやったな。てかアイスでめっちゃ語りすぎた今日は。だいぶ語ったよ、私の話めっちゃしちゃった。では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 ランキングアップします。13位あつさん、ありがとうございました。12位ガチのついさん、ありがとうございました。12位ガチのついさん、ありがとうございました。11位ゆめのちゃん、ありがとうございました。10位とりおじさん、ありがとうございました。9位おぎおぎさん、ありがとうございました。8位まきさん、ありがとうございました。7位まゆかちゃん、ありがとうございました。6位えいめいちゃん、ありがとうございました。5位うののしかさん、ありがとうございました。4位まりあちょうがちこいさんまる、ももねにわきちゅうさん、ありがとうございました。3位たかまさん、ありがとうございました。2位谷平さん、ありがとうございました。そして1位は富士さん、ありがとうございました。では明日の6時から8時皆さんお願いします。あとおやすみ NMB48が、あの、なんとおやすみ NMB48 は放送あるので、24時から聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。